さんからいただいたお便りです。さとほのちゃんのゆるます初回見ました。絵がめちゃくちゃうまくて可愛くて最高です。これからもゆるます楽しみにしております。個人的には長丁場になっても構いませんので、お絵かき配信などしていただけると嬉しいですといただきました。そうですね、なんかこう例えばいつもだったらこう1時間お時間をいただいて生配信してますけど、もうその1時間の間に何々をしている誰々さん書いてくださいみたいなこう雑なリクエストとか、そういうおしゃべりしながら普通に世間話とかしながらお絵かきする配信があってもいいのかなと思っておりますので、ぜひねそのお声をもっといただけると実現するかも。志麻さんからいただいたお便りです。いつも楽しく拝見させていただいています。さとほのさんのゆるます、とっても可愛いイラストで癒されました。個人的にはもし需要があれば同じ女性 P としてライブなどグッズのコーディネート、以前ショートで少し動画が上がっていたものだったり、アイドルさん風ヘアアレンジやメイクだったりの動画が見てみたいなと思っています。今後もゆるますアイドルマスターチャンネルともに応援しておりますといただいております。ありがとうございます。そうですね、グッズのコーディネートはグッズのコーディネート、やっぱファッションってこうライブに行くこうモチベを高める一つのね、ポイントであったり、メイクもそうですけどっていうのもあるので、私のね参考になるのであればいずれやってみたいですね。参考になるのであれば、お声が大きればわかんないですけど、もうねそれをこう参考にしたいなって思っていただけているということが嬉しいですね。でこうなんだかんだ言ってこう男性のプロデューサーさんが多いコンテンツではあると思うので、女性ピークね、なんか嬉しいものを配信できたらなと思います。メイクはねやってみたいですね。こうユニットごとにそれぞれなんかイメージしてみたりとか、まあちょっとカラーが青とかだったらだいぶ勇気のいるメイクになる気はするんですけど、やってみたさはめちゃくちゃあります。ありがとうございました。